はある自動車工場に勤めていた。ある日、帰宅した父の様子がおかしかった。本当に子煩悩な人で、帰宅すると私や妹を追いかけ回しては頬ずりしまくる人だった。その日はいつもより遅くに帰ってきて、玄関に入るなりへたり込んだ。私と妹は母に言われて自分たちの部屋に行かされた。翌朝、父の顔は別人みたいだった。父も母も何も教えてくれなかった。心配で授業どころじゃなくて、学校が終わると走って帰った。家に帰ると、父はいなかった。母に聞くと会社に行ったというが、心配してる様子だった。お父ちゃんどうしたの？って聞いても教えてくれなかった。その日も帰宅した父の様子はおかしかった。その日だけじゃなくて、それからしばらく父は何か食べてもすぐ戻してしまうし、夜中に突然大声を上げて暴れたりするし、どうなっちゃうんだろうって怖かった。父に何があったのか知ったのは中学の時、勤務先の工場で、目の前で同僚がプレスされたらしい。